北国新聞ニュースをお伝えします。金沢21世紀美術館で開かれたアートイベントの記録誌が北国新聞社の臨天機で印刷され、新聞と同じスタイルで読みやすくまとめられています。21世紀美術館では毎年中学生向けにアートスクールが開催され、その活動の様子は冊子タイプで記録誌にまとめられてきました。しかし去年、スクールで講師を務めた金沢出身のデザイナー酒井陽介さんが、新聞はサイズが大きく写真をふんだんに使えるとして、新聞風の記録誌作りを提案しました。北国新聞社の臨天機で色鮮やかに印刷された記録誌は、本物の新聞と同じ大きさや紙質に仕上がり、情報の一覧性や見やすさといった新聞の特性が生かされています。32ページある紙面では、絵や工作に取り組む中学生の表情や完成作品を紹介しているほか、号外として被災地を撮影した金沢美大生の写真なども載っています。新たなスタイルを提案した酒井さんは、新聞らしさを残しながらも開くと全く別物という面白いものができたと思うと話していました。この記録誌は21世紀美術館のミュージアムショップでも販売されます。能登半島地震やしけの影響で最高級のズワイガニ輝きの水揚げが過去最も少ない4匹にとどまりました。輝きはオスのズワイガニ、加能ガニの最高級ブランドとして石川県漁業協同組合が3年前に設けました。去年11月6日から始まった加能ガニの漁期はおとといで終わり、今シーズンの輝きの水揚げは昨シーズンの4分の1の4匹と過去最も少なくなりました。県漁協によりますと、今シーズンは能登半島地震の影響で奥能登の底引き網漁がほぼできなかった上、被害が少なかった船もしけで出漁できない日が目立ったということです。一方、メスの香箱ガニは去年12月29日に漁期が終わった結果、36匹が最高ブランドの輝き姫に認定され、こちらも昨シーズンの61匹に比べ大きく減少しました。ただ県底引き網漁業連合会の橋本勝久会長は、1回の出漁あたりで見れば水揚げはひどい落ち込みではなく、近年の資源保護の効果が出ていると分析しています。県漁協は県とともに被災した漁師を支援し、来シーズンの豊漁を目指します。日本酒を PR しようと外国人を対象にした地酒の試飲会が金沢市内で開催されました。この試飲会は金沢国税局が北陸地方で作られる日本酒の輸出促進を狙いに初めて企画し、石川県酒造組合連合会が協力しました。試飲会は昨日金沢ニューグランドホテルで開かれ、能登半島地震で被災した奥能登の酒蔵を支援しようと、販売されている復興応援酒が6銘柄用意されました。会場にはホテルのチェックインを済ませた外国人客などが次々と訪れ、銘柄を変えて飲み比べを楽しんでいました。金沢国税局の担当者は、味わった地酒の味をSNS などで発信し、魅力を世界に広めてほしいと期待を込めていました。国公立の芸術系大学5校で学ぶ学生たちが集う五芸祭が今年5月に金沢美術工芸大学で開催されます。五芸術大体育文化交換会
五芸祭には金沢美大のほか東京芸大、愛知県立芸大、沖縄県立芸大、京都私立芸大の5校が参加し、スポーツや芸術を通して親睦を深めます。交換会のホスト役は5校が持ち回りで務め、金沢美大での開催は新型コロナの影響で8年ぶりですが、今回は移転後の新キャンパスを紹介する機会にもなります。金沢美大には昨日参加5校から実行委員が集まり、5月の開催に向け施設を視察した後、企画や運営方法を話し合いました。五芸祭では学生が制作した作品の展覧会や販売会、ワークショップ、大学対抗のスポーツ大会、演奏会などを予定しています。金沢美大実行委員会で委員長を務める島田結香さんと副委員長の菅月子さんは、学生以外の人にも足を運んでいただき、芸術に親しんでほしいと話していました。北国新聞社は能登半島地震の被災者や被災地を支援する義援金を受け付けています。義援金へのご協力には4つの方法があり、寄せられた義援金は石川県に届けられます。現金書留の場合は能登半島地震義援金と明記した上で、北国新聞社総務部宛に送金をお願いします。義援金専用の口座に振り込む場合は、事前に受付窓口に連絡をお願いします。ご連絡がない場合、預かり証の交付と記事掲載はできませんのでご了承ください。直接義援金を持参される場合は、北国新聞社1階で受け付けます。デジタル決済による寄付は北国フィナンシャルホールディングスの専用サイトをご利用ください。皆様のご支援をお待ちしています。金沢ケーブルはアルプラザ金沢1階に期間限定ショップを設けています。ケーブルテレビ、インターネット、固定電話、金沢スマホなどの申し込みやご相談に応じます。事前にお電話でご予約いただき、金沢ケーブルのいずれかのサービスに新たに加入していただいた方には、サーティワンアイスクリームギフト券500円分をプレゼントします。お買い物ついでにお気軽にお越しください。お待ちしております。ネットとスマホのセットでもっとお得にしたい、そんな声に金沢ケーブルが応えます。金沢ケーブルはインターネット、ケーブル光と金沢スマホの双方を新たに契約すれば、ネット料金が月額1100円ずっと安くなるセット割を行っています。例えばケーブル光2ギガで金沢スマホをセットで契約した場合、月額料金は4380円から3280円となります。さらに北陸電力の電気料金を一緒に払う電気&ケーブルまとめ割を利用すれば、さらに330円安くなり2950円となります。このサービスでは金沢スマホの契約者が新たにケーブル光を申し込んだ場合や、ケーブル光の契約者が金沢スマホを新規に契約した場合も適用されます。ケーブル光の新規契約者には工事費最大47,300円を無料にします。さらに他社からケーブル光に乗り換えた場合は最大で30,000円キャッシュバックします。また金沢スマホではデータ容量が30ギガ、40ギガのプランもあります。他にも使い方に合わせたお得なプランを多数用意しています。さらに5分、10分、無制限のかけ放題もプラスできます。乗り換えも簡単、今お使いのスマホでそのまま使えます。金沢ケーブルのサービスのお申し込み、お問い合わせについては0120-751-114までどうぞ。
金沢ケーブルのスマートフォンサービス金沢スマホで容量シェアプランのサービスが始まりました。シェアプランでは今お使いのスマホを金沢スマホにした上でデータ通信の容量を分け合うことができます。例えば夫婦2人で4ギガの容量を利用する場合、動画をよく見る妻は3ギガ、ネットで調べ物をする夫は1ギガというように自由に分け合うことができます。一緒に使うことで無駄がなくなり節約につながります。容量シェアプランでは2ギガ、4ギガ、20ギガの3種類あります。スマホ2台で4ギガのデータ容量を利用する場合2220円、スマホ4台で20ギガのデータ容量をシェアする場合は6180円です。追加料金を支払えば5分もしくは10分の無料通話プラン、無制限のかけ放題プランも利用できます。乗り換え時に必要な初期登録料は無料。例えば家族4人なら本来1万3200円かかるところ0円でできます。シェアプランに加入すると金沢ケーブルの高速インターネットサービスケーブル光とのセット割が適用され、毎月1100円割引となります。さらに北陸電力の電気料金を一緒に支払う電気&ケーブルまとめ割を利用すれば毎月2950円でインターネットが使えます。お申し込み、お問い合わせは金沢ケーブル0120-751-114番までどうぞ。